どうもこんばんは、セナです。今回もバイオハザード7を頑張って実況していきたいと思っています。というわけで前回からメインホールを探索していますが、ただいま2階でね、アイテムスロットをどうにか2つ、3つぐらい拡張しておきましたので、拡張はしてないんですけれども、空きを作っておきましたので、前回取り損ねた木製のスタチュエットというのはゲットできる。あ？このスタチュエットっていうのはさ、あれじゃない？シアターに使うっぽいアイテムっぽかったんだけど、あのさ、雲みたいな、まあいいや。なんだこれは。土砂でしょ。どうせ土砂だよ。土砂だよ。自己解決。うぅどうだ、驚いたろ。あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれた。そしてその力が俺の中に流れてる。どうしよう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 。わかるだろう。俺たちもあの子の力を。来てる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 。待て待て。どういうことかっていうとな。お前は終わりだ。し、一応ひるむんだな。ひるむんだな。いや、頭はね、あ、早い。力が。ここ、うまい。残り6発、8発か。あ、やばい、やばい、絶対やばい。逃げるしかない。もうあとは逃げるしかない。後ろ振り返りたくねえ。あ、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 あく、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 ここか、ここか。ここに逃げ込む。もう後ろ追ってきてる。わかってる、わかってる、わかってる。早く、早く。もう無理だ、無理だ、無理だ。どうすればいいんだよ。弾がない。本当にどうすればいいんだろう。え？来てるよ。くそ。さっきの追いつかれたからあれだったけど。ここ入ろう。今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 入ろう。で、取れるはず。よし。ここ閉まるんだけど、今この閉まるっていうのが、あれね、こうを奏すんだよね。あれ？いなくなったか？音が聞こえないだけか？これにさ、なんか、うまいこと当てがえるような代わりのものないかな。ないよな。大丈夫なのか。もういないのか。あれ、え、あ、影だ。もうだからいっつもさ、そこのプロペラの影にビビらさ。あ、なに、なんか聞こえた。あ、大丈夫か。回復薬飲んでおこうか。これちょっと血に染まってますもんね。よし。隠れても無駄だ、坊や。え、まだいるの？どこにいるの？まだいるの、あの人。え、でも巻いた臭くね？いや、どこにもいないもんね。慎重に。今はそれどころではない。そりゃそうです。どこに行けばいいの？すぐに見つけ出して殺してやるぞ。あれ？上にいるっぽいぞ。でもさ、そんな危なくもないんじゃない？時計の振り子。何それ？なんか手に入れちゃったんだけど、ふとした表紙に。え？もしかしてこの、リビングと書かれたラベルが貼られている。アイテムを調べる。リビング。だけだね。リビング見てみようか、じゃあ。いないだろうな。いや、どうにか巻いたっぽいね。うん、いないもん。どこにもいないもん。リビング来ました。リビングに、いや、ここリビングなんだろうな。
あ、これキッチンだ。これキッチンだ。リビングはそこだ。ここだ。あ、同じものがあるってこと？いや、ここに、こうかけるのか。ええー、はい、うるさい、うるさい、うるさい。あ、リリーフだ。だから、うるさいって。うるさいって。よし、よし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 。お、え？いるじゃん、いるじゃん。普通にいるじゃん。え、まだ気づいてねえの？おお、お前の匂いがするぞ。嫌がったな。逃げて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 逃げたって無駄だぞ。心配ない、俺はここだ。もうやだやだやだ、もうこのゲームしたくないもん。じゃあぶち壊れたのはいいよ、ぶち壊れたのはいいよ。避難しよう、避難しよう、避難しよう。あれ？諦めたの？避難した、避難しといた、避難しといた。もう急に突然現れることなんかないだろう。今回やべえな。でもさ、なんか壊れたということは、まだなんか言ってるよ。でもさ、二つ目のレリーフは手に入れた。なるほどな。この時計のこの、あ、でも、これ、今それどころじゃないの。あ、いいね。これだ。これ置くと、どっかしらの角度でさ、鷹になると思うんだよ。よくできてるもんでね。お？お、来た！ちょっと待って、この位置良くないか？ほらほらほら。ちょっと惜しいけど。こんなもんか。よし、これでどう？いいね。開きました。謎が解けていく。よし。誰がこんなもの？あのおっさんはもう出てこないだろ？肩幅すごい。いやー、怖いなー。こんな狭いところでもうなんか出てこられたら一巻の終わりだと思うからね。どこだろうここは。え、全然知らないところだ。これ未知のエリアじゃん。お、なんだここは。博物館かな。燻製、燻製があるよ。でもなんかいろいろと探索できそう。アバナクニャないのかにゃ。精神刺激薬を使ってアイテムを探す。どういうことだよ。どういうことなんだよ。これ多数の興奮物質を配合した薬品、一時的に五感を研ぎ澄まし、有用なアイテムのありかを察知できる。いいっすね。使いましょう。の、すごい。アンテナが張り巡らされたジェネシス。この中には一体何があるんだろうか。薬液、いいぞ。あ、でもさ、こう、下手すっとというか、しっかりしないとパンパンになるからね。パンパンになるからね、気をつけよ。これは、たけし君人形？ここ開かない。開かない。この部屋は、お、まだあるじゃん。なんか隠れてんよ。これハーブか。よし。これで一式揃いましたね。こんなところにも。やった、助かる玉があった。ここは？これは何？ショットガンの弾、これ以上持てない、クソ。ここは開くか。開くね。開くね。レリーフねえかな。レリーフねえかな。アンティークコイン、これ以上持てない。クソ、やばいな。あ、そうだ、クラフトしよう。これでちょっと空きができたんじゃないかな。少しだけ空きができました。アンティークコイン。アンティークコインって何なの結局だから。ガンパウダー。え、これでまたパンパンになったんだが。
これは？え？使用するアイテム？あ、キーピックか。いよいよ？来たー。あ、初めてだ。錠前破り。ショットガンの弾。持てないっちゅってんのよ。以上持っておく。ん？なんだ？日本語で OK。ん？何？何？わからない。全然わからない。お、読める。6月14日、旅行中の夫婦、旦那は成功、12人目、嫁はダメだった、廃棄。7月7日、女子大生3人、全部腐ってやがった、ルーカスのアホーメン。8月13日、不老者のおじいさん、8月13日は7時14分22秒か？不老者のじいさん、3日で点火、13人目。どういうことなんだ？ひとまず、この部屋には何もないんだけど、あ！やばい、効き目が切れた。効き目が切れちゃった。あれ便利だったな。一定時間経つとやっぱ、もうびっくりした。鹿か。鹿だよ。ただの鹿だった。この部屋もう何もないかな。何もないかな。何もないにゃ。キーピックはさ、あ、ある。何もねえじゃねえか。お？これらすべて、奴らの犠牲者なのか。怖い。お？え、なんかありそう。なんかありそう。え？そっとし、そっとし。シーラね。もう他には何もないか。じゃあ先に進みます。おい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 、なんだよここ。え？異次元なんだが。ここだけやけに異次元なんだが。帰ろ、帰ろ。シーラね。シーラね。え、どっから来た僕たち。え、帰るよ、帰るよ。帰るよ。帰るってば。え、なんであいつ。なんであいつ。こっち来てんのか。来てないか。故郷どうしか。やれるものはやってみろ。いなくなったか。いなくなったということはないのか。こっちに来てないだけか。なんであいつ。こっちは4発しかないぞ。ショットガンもねえし。ちょ、待て待て。これもしかして。いいね。ハンドガン12発助かる。よし、ここ開かないのか。どうしても。了解。何あいつ。あれ、いなくなったのか。いなくね。 OK。 え、もうベタに後ろから来られたらもう無理、もう無理。今日やめる。何も探索できるようなものないか。ないな。行くよ、行くよ。こっち何もない。レリーフ王だな。レリーフ王だな。ああ、何もないのか。なんだあれ、なんだあれ。え？なんだここ。いけんの？絶対いけない。絶対いけない。こっちか。え、レリーフなんかあんのかな？ここって、どこに繋がってんの？あ、ホールと繋がってんのか。サソリのマーク？サソリの、なんだろう。サソリのなんだろう。鍵？でもあんのかな？え？下に行けるよ。下に行けるし、ここは何なんだろう。開くか。
素直に開く。レリーフあってほしい。あれ？ここって、よかった。こういうところじゃん。アンティークコインいらない。レリーフとかって置いとっていいのかい？ガンパウダーいらない。ショットガンの弾いらない。回復薬今日は保存しておくか。うん、まだ2つあるしね。ふぅ。これは？ん？なんだろう。段ボールに、なんか書かれてるの。コートに言え。奴らは俺を探している。今なら君だけでも逃げ出せるだろう。犬の頭のレリーフを探すんだ。奴らは外への扉をあれで開けている。一つは地下の解体室にあるのを見た。あれが脱出の鍵だ。犬の頭のレリーフが地下の解体室にある。犬ってことは、最後、ラスト。あれ？これは魔剣。あれ？これ犬じゃね？やっべ。あ、同じ、あ、同じ魔剣だ。どれも魔剣だ。残り一つか。いいぞ。あ、これはセーブポイントね。まだ、まだセーブするわけにはいかない。あ、キーピック、もうないもんにゃ。他は？お、タンスがあるよ。ハンドガンの弾。ありがてえ。非常にありがてえ。ありがてえ、ありがてえ。よっしゃ。ちょっと外出るか。オーケーオーケー。ほっとしたよ。てかあいつ何者だったの？こっからか。28発ある。落ち着いていこうか。開けよう。おいおいおい。いやもうだから異次元と化してるんだよな。ぐちょぐちょ言ってる。ぐちょぐちょ言ってる。ぐちょぐちょ言ってる。こっちか。向こうから施錠されているようだ。ダメだ。了解。わあ、わあ、わあ。恐れず進め。優雅に進もう。早い、早くなった。ああ、やばい、やばい、やばい。うわあ。やばい、やばい、やばい。つけよう、つけよう。頭が効か。よし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 。おお、おお、おお。倒せるのか。体力はまだ大丈夫。よし。へえ、音もなく出てきたよ、ぬるりと。ここ開くか。開いた。いや、ダメ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 。ショットガンでもなけりゃよ。倒れてくれよ。倒れたか？倒したか？ないよりはマシ。いや、ほんとその通り。2体目倒したけど、体力がな。もうそろそろ使っておくべきか？いや、しかし、ちょっと待て。この部屋に何かがあってほしい。え？千の子がある。お？え？これ死体安置所じゃない？いや、いや、いや。死体安置所じゃないのこれ。うわぁ。やっぱり、安置所だ、あ、安置所だって、安置所だって。ガンパウダー。もうだから、うわぁ、噛まれてんよ、えぐれてんよ、痛々しいよ。いや、もう絶対なんか出るじゃん。え？お前がなんかひときわやばそう。触らぬが仏か？おい。ん？なんだ？トーマス？トーマボ？ここは？いやもうこんなの絶対全部開けるしかないじゃんよ。いやここ絶対危ない。お
前からロック、あ、これはロックだったか。おい、なんだよ、もうやめてくれよ。あ、全部な、え、なんもない時だか、ダメか。下になんかあったりしないか。え、何の部屋なんだよここ。ここは悪、なんかない、なんもない。メモ、ルーカスへ、カップルの男の方は逃げ出さないよう一番左の焼却炉に閉じ込めておいた。点火が終わった頃に取り出すこと。開ける手順は知ってるな。覚え方は3つの A と手がどうとかっていう。女はお前の好きにしろ。3つの A、 手がどうとかっていう。開ける手順、点火、一番左の焼却炉。ララ、ウィルキンソン、ウィリアム、こっちは、あ、これ3つの A じゃん。トマラ、ここはクライング。3つの A がなんとか、3つの A と手がどうとかっていう。3つの A、 これ手だよな。ということはこれ開けてこう。あ、おい、やばい、ちょっと逃げる準備しとこう。絶対やばいじゃん。え、開けるぜ、開けるぜ。帰ろ。来てる。いや、もうだから言ったじゃん。なんで開けたんだろう。なんだ、さっきのベチャってなったの。え、どっかいなくなった。もういなくなった、いなくなったっぽいよ。いなくなったね。よし、じゃあ今だ。え、ゴトゴト言ってる。どこの部屋だったっけ。ここか。開けたんだよ。え、お、解体室の鍵。よかった、なんかないとな、そら。なんかないとな。あいつはいない。これは普通に開くやつか。後ろは、広いな。ここは開くのか。え、なんかやばい。え、やめて。なんか出そうだな。お、なに、え、これはここだ。よし、いいぞ。よし、加工場の見取り図。お、ありがたい。これはありがたい。広いね。作業場だったりボイラー室とかにつながる。え、どんだけ広いのここ。なんだこれ。3000人ぐらい収容できるんじゃないか。いや、こっちやばいな。じゃあ次回に持ち越しとくか。次回は、ここからこの地下を攻略したいと思います。あと残り一つのレリーフを探すため、あとショットガンね、ショットガン手に入れたいね。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。はぁ。